久保さん本音を暴露本音まあよくね久保さんだからできたんでしょうとか吉谷さんだからできたんでしょうってあるじゃないですかで僕久保さんは僕のこと知ってるんで、うん、あれかもしれないですけど僕ねもうね不安でしかなかったですねもう毎日不安でしたね 不安だらけでしたね。まあ、何かっていうと、あの、僕十何年間やってきたんですよ。ネットビジネスを。裏方として。で、これ裏方なんですよね。で、僕の吉谷拓郎っていう人間でブランディングして何か商品を売ったことってほぼないんですよ。てかほぼないですね。マジで。だから結局裏方業をやってきたわけですよ。だから、スキルはあるんだけど、 それは結局、まあ、久保さんね今回の話でもあったようにそのなんか会社のブランドを活用してる部分もあるわけですよその人のキャラクター性だったりとかその人の人間味とかその人の、うん、ビジュアルとかでそれを利用させていただいて裏方でプロモーションするっていうことをやっていたので僕じゃないんですよね 100%僕じゃないんですよ。売上作ってきましたけど。だから、めちゃくちゃ不安でしたね。僕っていう商品売れんのかなみたいな。僕という商品は売れるのかと。うん。で、不安だから、何をしたのかっていうと、不安だからめっちゃやったんですよ。で気がつけば、 まあ YouTube の赤版もされましたし、過去に赤版をくらって、1000本に、2000本、1000本から2000本アップロードしてた、YouTube のアカウントバンされた後、この R34 マガジンにちょっと移行しましたけど、まあ今、公開動画1万6000本。この1万6000本、ワンツー動画3500本。ワンツー動画を3500本、一般公開。はい、再生リストにまとめています。〇〇3円シリーズこの前作ったんですけど、 久保さん3,500本まとめ上げました。<laughs> 3,500本になりましたね。これね、なんでやったかっていうと、不安だからですよ。不安だから。不安だからやるしかないじゃないですか。<laughs> その不安を消すためには、なんやろな。やるしか僕はないと思うんですね。やる以外にその不安を消せれる方法があるんだと教えてほしいですね。やらずしてその不安が消える。うん、多分ないんじゃないかな。だって問題解決します。 給料が少ないっていう不安があるじゃないですか。え、それってなんかか、何もやらずして、なんか、解決できるんですかねんなんか、なんやろな。無理じゃないですか <laughs>。給料少ないなぁとか思って不安だなぁ、大丈夫かなぁみたいな、うん。で、何もしないえどうやってその不安解消するか <laughs> え、じゃあ、少なくても、その給料が少ないっていう不安を解消するためには、副業するなり、なんや、その会社で、え、役職につくために、昇格、昇格うん、出世するために何かしらの、こう、アクション、新しいアクションというかね、結果出すというか、いろいろや,やらないといけないだろうし、多分今までのことやってて、今まで以上の結果って、出るんですか今まで通りの子供、 今まで通りの行動で今まで以上のパフォーマンスを出せるんですかねこれ無理じゃねえと思うんですけどね。でもみんなね、これね、ほんと逆なんですけど、逆というか、不安だからやらないですよね。不安だからやらない。失敗したくないからやらない。怖い。とか、いやいや、全部逆いかないと、多分僕無理だと思うんですよね。うーん。 不安だからやらない眠いからやらららややなないいい眠今日もね、もうね、寝たいんですよ。<laughs> もうちょっと今日用事ありまして、めっちゃ疲れてて、もうちょっと久保さんの動画も撮りたくないんですよ。本当に。本当に今日撮りたくなかった。だけどこの動画で言ってんじゃないですか。<laughs> 逆を言うみたいなで。それでやってなかったらあれなんで。 まあ動画回しましまたけどもう、ちょっと今日寝ます,よも,うすぐも,うもうマジ疲れたんだけど。今日、朝ね、久保さん、僕、久しぶりに、ちょっと用事ありまして、一日稼働したんですけど、朝、朝6時か、6時からですよ、6時で終わったのが、あー、20時ぐらいですかね。ちょっと、まじ疲れましたね。うん。まあ、だからね、ちょっとね、仮眠もしたんですけどね、ちょ,ちょっと、仮眠もしました。 うんまあそんな感じですだからあの僕もうめちゃめちゃ不安なんですいまだに不安ですよだからいまだに不安だからやりまくりますだってあのね漢字も書けないしうん漢字も書けないし何だろうなキモいしなんだもうちょっとで僕頭、うん、もうだいぶハゲてきてるんですけど わけだしうーんなんか社会不適合者なわけですよ常,常識も知らないしなんだこの非常識みたいな話ですよ常識知らないんで僕でそんな男がねそんな腐ったね腐ったみかんがね <laughs> お金稼いでいくために <laughs> やるしかないですよね僕思うんですけどいつも思うんですけどなんで僕より常識もあってね なんで僕より頭も良くてね。なんで僕よりスペック高いのにやんねえのかなみたいな。<laughs> 僕より絶対最初の,あのスペック高いはずなんですよ。ね。いや、僕は単純にあの頭の覚えるスピードも遅いし、ね。だから人よりやるだけであって、これ僕よりみんなスペック高いのになんでやんねえのかなみたいな。まあ、別に僕ほどやんなくてもいいですけど、別に僕ほどやんなくても結果出ますからね。 で実際にドリームアカデミアに入って1年で年、ね、収100万達成したっていう人出てきてますからね1年ですよ今の会社で1年働いて月収100万達成できますか無理ですよね多分1年ですよ僕ねこの自由な生活手に入れるのに15年かかってますからね1年ですよだ普通の人がちゃんとやったらね1年で月収100万って行くんですよちゃんとやればねちゃんと <laughs> やってもらえばですけど うん、だからねまあなんかねなんでやんないのかなってすごいいつも疑問に思うんですよね僕よりみんなスペック高いのに僕より頭いいのに、うん、まあ頭悪いから人の3倍4倍5倍やるんじゃないですか当たり前ですよね不安だからその不安を消すためにやるんですよね 僕はそう思ってるんですけどいかがでしょうかと。不安だからやらないとかね。眠いからやらない。いや、眠,眠いからやらないって言ったらどこで差つけるんですかみたいな。え、みんな眠いから寝るじゃないですか。でビジネスなんて戦場でライバルだらけなわけですよ。そこにか勝っていかないといけないんですよ。だからみんなが寝てたんだったらよっしゃと思う,思うぐらいじゃないと無理じゃないですか。みんな寝てるよっしゃと。今のうちに、ま、さ,させみたいな話じゃないですか。それ僕も寝回すみたいな。疲れたからみたいな。 もはやみんなが寝てたらもうね攻め込むチャンスじゃないですかそんなの、うん、なんか精神論って聞こえるかもしれないですけど何が悪いんですかみたいな <laughs> 多分ね嘘言ってないと思うんで <laughs> だって戦争をイメージして欲しいんですけど敵が寝てたらねそこそう寝てる場所にミサイル撃ったらもう勝てるじゃないですか自分も一緒に寝てたらいつって攻撃するんですかと <laughs> やり合うんですかこれ僕やり合ったら勝てないですから 向こうの方がスペック高いんで向こうの方が多分強いんで。<laughs> ね、<laughs> はい。もうそんな感じでございますね。いってらっしゃい。